こんにちは、もちもちチャンネルへようこそ。今日は前に紹介した抹茶のとろーりアイスのいちごパンです。あるよって教えてもらって探してたんですけど、なかなかなかったんですね。今回ようやく見つけたので買ってきました。じゃあちょっと開けてみますね。と実はこのエプロン、これを買ってきました。やっぱり折々動画を出すのにごちゃごちゃして、よくなんか服につけたりとかしちゃうんですね。だから汚すので白っぽい服は諦めてたんですけど、これからはこのエプロンで頑張って作っていきますね。長袖の時は無理かもしれないけど、これから半袖になっていくので、このエプロンがあったらなんとかなるかなーなんて思ってます。じゃあ早速アイスを食べていきます。6本入りですね、前と同じで。くっついててちょっと開けにくい。あ、いちご、おいしい。抹茶より好きかも。結構あっさりなんだけど、おいしいよ。他にも好きなアイスがあって、板チョコアイスっていうのがあるんですよ。あれ、すごい好き。板チョコの中にアイスがたっぷり入ってて、すっごく美味しいんですよ。まあね、あれは夏場はなかなか食べれない。持つとこがね、ついてないから、すぐにね、溶けてきちゃうからね。ごちそうさまでした。最後まで見てくれてありがとうございました。とっても嬉しいです。よければチャンネル登録よろしくお願いします。また遊びに来てね。バイバーイ。